林屋延玉は、落語家の名跡。初代林屋延玉は、本名不詳。文化、文政頃の生まれ、はじめ初代、桂文語の文化で、三考人主言語を経て、1846年に二代目、文語襲名。鉱山史の門人となった後、初代林屋し蔵の文化で林、林山戸やまどか後に上京し、三遊亭円章一門の狂言庭園玉との、 混同を避けるため、安政時代には、参ひとしのべ玉から、林家のべ玉と改名。規範後は、初代、桂文江の桂派に対抗して河木派の頭取りになった。音曲を得意とし、とっちりとんや、宴会な節などの替え歌を作り、歌本やすり物の腰発表した。二代目林家のべ玉は、本名不詳、幕末の生まれ、年頃から初代、 桂文江の門下で三代目文豪を襲名。1880年夏に、林屋延玉を名乗る。同年秋に、再度、文豪になるが、1886年3月に、延玉に復帰。また寄せによっては文豪、延玉を使い分けることもあった。あだ名の、山寺は、大阪市中央区清水町の自宅で、山寺という看板を掲げて酒商を営んでいた、ためらしい。 1880年8月、落語取締役に当選。落語研究会を企画したりと活躍したが、初代カツラ分を収む、四代目、林家昭三と同じく流行のこれらで死去。墓所は大阪市天皇寺区上本町9丁目のことぶき法事。ありがとうございます。